はい、こんにちは、車買い取り専門店ジェブアカシェです。今日はですね、ワゴン R と言いたいんですけども、 AZ、ワゴンです。もうね、こちらね、もう距離も距離なんで、もうであとね、ちょっとあんまり調子悪いんですね。高速回転になってくると3000か4000回転ぐらいになってくるとなんか知らないんですけども、息継ぎするんですね。ガクンガクンガクンってなるんで、もう今からね、解体に持ってこうかなと思ってます。もったいないんだよね、ディスチャージね。これなんだっけ、これカスタム系なんですよね、確かね。カスタムなんだっけな、なんか かっこいいやつなんですよ、確かね。はい、何も書いてないな。結構いいグレードだったんですけどね、もったいないなとは思うんですけど、まあね、もう持っててもしゃあないんでね。距離がね、見えるかな、15万8152キロなんですね。だからもうこれもあれらしいなと思って、ね、一応ナビゲーションもね、ハードディスクでワンセグついててね、いいかなと思ったんですけども、ちょっとっていう感じでやめときます。まあね、こんな車があったっていうね、まあ微暴録ですね、もうほとんどね、いう感じですね。まだまだ乗れそうなんですけどね、ほんとね、この車引き上げに行った時はね、あええやんとか思ったんですけどね、ちょっと距離もね、もう覚えてなかったんで、こんなにするんで、こんなやんのとか思ってね。で、走ったらちょっとなんかもうガクン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 言うからね、もうやめようと思って。まあこんなお車ね、15万キロとかね、まあ、16万キロ走ってようがね、調子いい車は調子よくて、まあ、そのまま全然乗れる車もね、いっぱいあるんですけど、世の中にはあるんですけど、まあ、この車はちょっともうね、無理っぽいんでやめておきます。そしたらね、この動画良かったら、いいねボタンお願いします。またね、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。また、車のね、買い取りの強化中です。よろしくお願いします。失礼いたします。